はい、9回。はい。あ、この女子コース、ちょっと待って、何キャラいんのこれ。1位。あ、そうだ、どう決まってんのか。じゃあ、これでいきましょう。6人ぐらいいるんか。6人ぐらいいるんですね。あ、これ多分やってないですね、2は。1を前やったと思いますけど、2はやってないと思います。これがボムか。これは最強ですね。最強のシューティング。女子高生なのかな、これ。人型シューティングですよね。お、これあれちゃうの？タイムボカンのあれ似てたな、キャラクターが。なんかギガウィングとかドドンパチよりもこっちの方がいいですね、僕は。なんかガンバードの方が好きだなって感じがします。まあまあ、これも弾幕シューティングだと思いますけど、やられた。これ多分やられたら、クレジットを使うたびにキャラクター多分変えれるんでしょうから、6種類ぐらいのキャラが楽しめますね。あ、決まった。ちょっと待った。ちょっとぶつかって、これポーズ押せないのか。今ちょっと画面が乱れましたが。今これちょっと一回使っちゃいましたね。まあ、弾幕シューティングって、まあ、ドドンパチとかギガウィングと比べたらまだそんなに激しくない気はしますけど、これどう見てもタイムボカンやね。ゲスト出演してるってことなのかな。これはまあ弾幕ショーティングは弾幕ショーティングですね。ああ、なくなった、ボムは。おお。ああ、これあれなんや。キャラチェンジできないんや。コンティニューしてもキャラクターチェンジできないわけか。じゃあまた6キャラ分また別でまた1コンティニューずつやらないかんってことや。ガンバード1って確かゲームオーバーになったらキャラクター選択できた気がしたけどね。2はできないんや。
わあ、むずいな。これボムが使える、あ、下に書いてあるな、ボム使える回数。これ外国版ですね、なんか英語で表示されてるから文字が。うわ、残機ごとにね、ボムを使えるわけなんで、使いまくらないと損ですね。あ、もうボムないのか。ないですけどね。うわ、倒した、はい。ちょっと前にあのイカルガっていうシューティングもやりましたよね。あれも弾幕シューティングでしたけどね。おお、なんかボムを使わずに死んだら損ですね。1残機で 3発ぐらいまでボム使えるのに、あ、ボム使い切らずに1機死んだ場合はすげえ損な気がします。もう使いまくった方がいいですね。タイムボカンと同じしつこさですね、この敵は。ボムないのか。うわ、すげえな、玉が。おえ、はい、あと2回や。やっぱタイムポカンと同じで何回やられても死なないというのがしぶとさがね。
すげえな、もう弾が。うわー、もうこれ最後の残機、残機ちゃうわ、これ最後のプロジェクトですね。これなくなったらもうあとはキャラごとに1クレジットずつやってみて終わりっていう感じで。笑ってるじゃん、これ。ナイスボムって書いてあった今。あ、モアイみたい。おお、終わったかこれ。あ、まだあった。おお、なにこいつ。終わったか、終わった、終わった。5キャラやな、5キャラや。じゃあ今度これ前やった時これでやった気がするんですよね。ガンバード1やった時はこれキャラ使ったと思うんですけど、ポニーテールの女の子なんで。でこれ戦国エースとかとはやっぱ似てますよね。まあ同じ最強のシューティングだから。戦国エースは和風な感じで、こっちが洋風って感じですもんね。あ、これがボムなんや、魔法みたいな。今度はあれですから、ワンコイン分のアッケなんで、1コンティニュー、ワンコイン分しかプレイできないですから、どこまで進めるかちょっと試した感じで。もう、1残機の月の3回ぐらいのクレジットじゃないわ、ボムは使い切った方がいいですね。絶対。それじゃないと損な気がしますよね。クレジットがないからね。うお、まあまあ、まだこれはでもまだ避けやすいか、ゆっくりだから弾が。あー、やられた、一気やられた。でも可愛いですね。はい。おーっと。あと2機ぐらいですね。もうボムはないですからね。ああ、終わった。これが最後の残機だ。うーわー、難しい。終わった。はい。はい、じゃあ次これ。あ、こういう感じ。これが
ゴムなんや。かっこええやん。ブラッディって言ってるな。血液を飛ばしてんのか。ブラッディクロス、血液をクロスで飛ばしてるってことか。もうやられた。ブラッディクロスやから血液やんな。血液を飛ばしてるってことやな。グランドクロスみたいな感じですよね。あのあれの大の大冒険のヒュンケルの。ああ。これ最後の残機ですね。もうさっきの女の子より進んでないやん。はい、今ちょっとこのキャラでゲームオーバーになったんですけど、取れてたかどうかちょっと分かんないですね。あとこの2キャラ使うだけかな。はい、ロボットですね。あ、面が違うのか。やっぱりキャラによって、選ぶキャラによって。おお、これがボムか。ああ、そっか、もうボムないね。そうですね、ステージが違うんですね。ステージはボスも違うし、キャラ選んだキャラによって。パワーレーザー、もうボムないな。ああ、やられた。もうこれ最後の残機やと思うけどな。もう最後の残機やから、もうボム使いまくると。もうなくなった。はい、ボムないんやったな。うわ、厳しい。終わった。はい、今度これで終わりです。もうこれがボムか。その主人公というかキャラクターの国から始まるってことなのかな。これ国というか、そのキャラクターが住んでる国から始まるっていうのが一面ってことか。
一番最初に使ったポニーテールの女の子が一番進んだような気もしないでもないけどな。タイムボカンのタツノコプロには許可を得てるんだろうか。多分得てるんでしょうけどね。ボムに出てくる女性キャラがめっちゃセクシーよね。妖精みたいなもんか、あれ。多分ランプの性的な、なんかこうアラビア系のキャラって感じするから、この主人公。ランプの性のなんか女性キャラみたいな感じ。はい、倒した。もう電池がないな。デジカメの電池がもう残り少なくなってきたんで、これは無理だ。これ最後の残機やな。アラビアンマジック、終わった。はい、終わります、このゲームね。はい。